皆さんこんにちは、戸田市長の菅原文人です。いつも市長ニュースをご覧いただきありがとうございます。今回お伝えするニュースは、2つでございます。まずはじめに1月8日に令和6年戸田市成人式20歳の集いが開催されました。今年度20歳のお誕生日を迎える1367名の方が対象となった今回の成人式、当日の会場周辺では友人と久しぶりに再会し、思い出話に花を咲かせる皆さんで賑わいました。また式典では代表者による20歳の誓いの言葉がありました。ここまで支えてくれた皆さんに対する感謝の気持ちや将来への希望に満ち溢れた本当に素晴らしいスピーチでした。式典の終盤には20歳の集い実行委員会の皆さんによる企画お年玉抽選会が行われました。豪華景品をめぐる抽選会に皆さんが大いに盛り上がっておりました。大人の仲間入りをした皆さんの姿はとても頼もしく、一生に一度である晴れの日を皆さんと共にお祝いできたことを大変嬉しく思います。無限大の可能性を秘めている皆さん、戸田から未来に羽ばたき、それぞれ輝かしい夢へと向かって歩んでいっていただければと思います。戸田市は20歳の皆さんを全力で応援していきたいと思います。次に1月9日に令和6年戸田市菓子交換会が開催されました。4年ぶりの対面での菓子交換会では文化会館の大ホールにお集まりをいただき、式典形式での開催とさせていただいたところです。ステージでは新年の余興として戸田ふるさと太鼓の皆さんによる和太鼓の演奏、そして南稜高校バトントワリング部の皆さんによるチアリーディングの素晴らしいパフォーマンスをご披露いただきました。式典後には歓談の時間を設け、ご参加いただいた皆さんと懇親親睦を深めながら共に新年の門出をお祝いすることができました。ご参加していただきました皆さん、誠にありがとうございました。改めて本年もどうぞよろしくお願いいたします。最後に今月の戸田キッズをご紹介いたします。梨本芽衣ちゃん、梨本瑞希ちゃん、高橋かなとちゃん、伊藤凛香ちゃん、小倉夏希ちゃん、中根たくみちゃん、中根美咲ちゃん、山田ゆいかちゃん、今月も素敵なお写真ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは良い週末をお過ごしください。戸田市長の菅原文人でした。ご視聴ありがとうございました。